こんにちは、フナイオンラインです。本日は優秀な社員が離職を引き起こす理由や離職を防ぐために経営者がするべきことについてお伝えいたします。お教えいただくのはフナイ総研 HRCM マネージングディレクターの宮花さんです。宮花さん、よろしくお願いいたします。宮花です、よろしくお願いします。そもそも優秀な社員ほど離職を引き起こすという意見の方もいらっしゃると思うのですが、こちらに対して宮花さんはどうお考えでしょうか。はい、そうですね、多分優秀な社員さんが辞められては困るというケースも多いかと思うんですけど、離職する理由っていうのは大きくいくつかに分かれておりまして、会社のやっぱり理念とか価値観に合わないとかですね、あと人間関係ですね、社員さん同士とか上司との馬が合わないみたいな人間関係、あと評価報酬ですね、これも社員さんにとっては大きな要素かなと思います。あとは働き方、例えば休みが少ないとかですね、残業が多いとか、そういった部分ですね。あと最後は自分のこの成長している自己成長感とか、達成感みたいなところも大きな要素ですね。で、優秀な社員さんというのは特にこの自己成長能力を高めていきたいとか、新しいこと、自分がやったことのないテーマとかですねにチャレンジしていきたいという方が多い傾向にありますので、そういったところが今の組織にいるとですね、同じ仕事ばっかりだとか、そういったところにこう不満を感じて辞められるということが多いんじゃないかなと思います。人間関係で辞めてしまう人多いかなと確かに思うんですけれども、入社する前に会社の人と馬が合うかどうかって見極めるの難しいかなと思うんですけれども、会社として何か行うべきことはございますでしょうか。どうしてもやはりこう人間同士という付き合いの中で、100% にマッチングを見極めていくってこと自体は難しいとは思うんですけど、やはり話す頻度、面談をする回数とかっていうのも一つかなと思いますし、あと性格適性のマッチングのサービスっていうのが、世の中に結構数多くありまして、フナイ総合研究所も今社内で使ってますけど、性格適性検査をそれぞれ受けてもらって、その上司と部下のマッチングとかですね、例えばメンターとメンティーの関係性をマッチングするみたいなのも今世の中にそういったサービスがありますので、そういったものを使うっていうのも一つかと思います。あとは新入社員の方はこう成長を求めるという、新しい分野を挑戦したいというのがあると思うんですけれども、それはこちら側から積極的にこう仕事を振るといいますか、どのようにそのサポートをしていけばよいのでしょうか。はい、どうしてもメインでされている業務の中で新しいことをチャレンジしていく、本人がですね、さらに成長できるような目標設定をしてあげたり、その目標を達成するために課題を与えていくっていうことは、大事かなと思うんですけど、それと別にですね、ちょっと会社の中でいわゆる委員会やったりとか、タスクフォースみたいな形でですね、プロジェクト型で、横断型で動いていって、普段されている業務と違った、課題とかテーマを与えていくっていうのを上手に活用されている会社さんがありますので、向上心があって仕事に対してすごく積極的な方に参画してもらってですね、新しいことをチャレンジしてもらう、そういうのも一ついいんじゃないかなと思います。確かにプロジェクト型は良さそうですね。優秀社員が退職するのはなるべく防ぎたいと思う経営者も多いと思いますが、優秀な社員が離職を引き起こしてしまう理由は他には何が多いのでしょうか。そうですね、先ほどお話した自分の能力を高めていきたい、新しいことにチャレンジしたい、成長したいっていう方が多い傾向にはあると思うんですけど、やはり報酬評価の部分は大きいかなと思います。優秀な方が大きな成果を出したとか、こういった取り組みをしたということを、認められたい、いわゆる承認欲求の部分ですね、認められたい、評価されたいっていうのがありますので、それをですね、しっかり会社として、いわゆる人事制度の部分を活用してですね、評価をしてあげるとかっていうことがないと、やはりこの組織にいても自分の頑張りを認めてくれないんだとなると、辞めてしまうっていうのは多いんじゃないかなと思います。はい、実際この評価制度をきちんと作り込めている会社様って多いのでしょうか。全国的に取られているアンケートとかでも、中小企業だと半分もないというようなケースです。従業員数が多くなるにつれてですね、人事制度が充実しているという傾向はあるんですけど、まだ社員数が少ない中小の会社であれば整ってないというケースも多いですね。なるほど、なかなか給料が上がらないということや、あとは
一部の上司の方の評価だけに偏っているということでしょうか。あ、そうですね。もちろん人事制度がない中小企業の会社様でも給料が上がらないわけではなくてですね、従業員の方からするとどうなったらどれぐらい給料が上がるかというルールがないことに結構不満を持つんですね。ので断然上がったとか1万円上がったというような金額というよりは、そのあたりの制度がないことによって何をどう頑張れば給料が上がるんだということが、いわゆる不透明な部分に対して不満を持つということが多いということですね。では入社してすぐの新入社員が辞めてしまう理由は何が多いのでしょうか。はい、新入社員もですね、先ほどからお話ししているようなケースは当てはまると思うんですけど、とりわけその新入社員ということでいきますと、どうしてもそのミスマッチが起こっているケースがあるということですね。入社する前の、会社説明会とか、例えばインターンシップとか会社のホームページとかですね、発信されている情報と、実際やってみると思ってた仕事と違うというようなケースがあるんじゃないかなと思います。このミスマッチを防ぐために行うべき取り組みは具体的に何がございますでしょうか。あ、そうですね。どうしても会社としてですね、優秀な人を一人でも多く取りたいということで、説明会とかホームページとかでですね、よく見せるってことはもちろんあるとは思うんですが、ある程度こう等身大で話していくということと、どうしてもこうホームページとか会社説明会だけでは伝わりきれない部分っていうのがありますので、動画とかをうまく活用したり、インターンシップのですね、現場の業務をしっかり体感してもらうっていうことをやっていくことによって、入社後のギャップを減らすということが早期退職にとっては有効かなと思います。動画を撮るということなんですけれども、具体的にどういった内容の動画を撮ればよいのでしょうか。あ、そうですね、結構ですね、多いのがその社員さんの1日の働き方に密着しましたみたいな、リアルなですね、働き方の部分を見せることに、どういう打ち合わせをしてるんだとか、動画としてですね、流すことによって、写真とか静止画ではなかなか伝わらない部分を伝えていくということですね。では離職を防ぐために経営者がするべきことを教えてください。どうしてもこう働いている方のモチベーションっていうのもありますし、日々のですね、気持ちっていうのは浮き沈みするということですね。うまくいってるなとか、やりがいを感じてるなっていう時もあれば、うまくいかなかったことがですね、引きずったりクレームがあってということで落ち込んでる時っていうのはあるかと思いますので、定期的にですね、組織の状況を把握するということですね。我々宮内総合研究所もやってますけど、定期的な組織診断みたいなのをやるとともに、日々こう面談とかを通じてですね、話すことによって、本人の状況であったり、今気になっていることみたいなのを逐一拾ってあげるっていうことが会社としては大事ではないかなと思います。定期面談が必要ということですけど、どのくらいの目安で行えばよいのでしょうか。そうですね、結構今IT 企業でもワンオンワンとかっていうのをされているケースが多いですね。で、それはかなりのペース、例えば週に1回とかやったりしますけど、まずやったことないという会社様にとっては、月に1回とかっていう形で進めていただくのはいいんじゃないかなと思います。2023年の採用活動の時流についてより詳しく知りたい方は、概要欄の無料ダウンロードレポートをご覧ください。本日は離職を防ぐために経営者がするべきことについて宮花さんにお話しいただきました。宮花さん、ありがとうございました。ありがとうございました。こちらのチャンネルでは宮内流経営法をベースに企業に役立つ情報を発信しています。ぜひチャンネル登録お願いします。We'll be right back.